こんにちは、メンズの松です。はい、メンズのおじです。はい、今回はですね、各国のリーグ戦がですね折り返しの地点に来たということで、僕と松とね、宇治で、その各国リーグ戦の、ちょっと折り返し地点までのちょっと総括をちょっとしていこうかなと思っておりまして、これを4回に分けてしようかなと思ってるんですけれども、セリエア、ブンデスリーガ、リーガエスパニョーラ、でプレミアリーグと、でフランスのリーグ1もやろうかなと思ったんやけど、申し訳ないんですけどリーグ1は正直あまり僕は見てないので、で宇治もあまり見てないの で、ね、まあ、ちょっとリーグ1はちょっと今回は取り除くことにはなってしまったんですけれども、それの4つを、日別ごとにちょっとやっていこうかなと思ってるんですけれども、それの第1回というか、最初は、セリアからちょっとお話しさせていただこうかなと思います。メンズの、僕ら2人は基本ベースそのプレミアリーグと、特に俺は松はブンデスリーガ、宇治はプレミアとリーガをちょくちょく触れるっていう感じで、お互いあんまりセリアをこう触れれないというかやねんけど、ちょくちょく気になる試合は見てるみたいな感覚にはなってんねんけど、それでも分かる範囲というか、でちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。で、ちょっと最初にちょっと折り返し地点に来た現時点でのちょっと順位表をちょっと発表させていただこうかなと思うんですけれども、1位がミランです、で2位がインテル、で3位がナポリと、4位ユベントス、5位ローマ、でサッソーロ、アタランタ、ラツィオ、ベローナ、サンプドリア、でウィディネーゼ、ヘベネントとか、そこからずっと続いていくんやけど、今シーズン特に思ったことというか、いろんな出来事がセリアでも起きてるので、その出来事っていうのはちょっと軽くちょっと振り返っていこうかなと思うんですけども、王者ユベントスからちょっと話をすると、ユベントスは監督が変わりまして、ピルロになりましたよね、サッリから、もともとアンダーを率いる予定やったんですけれども、緊急でピルロが指揮官になったということで、正直未知数やったとは思う、だからそのなんていうかな、他のリーグを見てる人から見ても多分ピルロっていう選手はすごい有名な選手で知っていた選手やから、彼がどういったサッカーをするのかっていうのはやっぱ興味があって、そうやね、特にユベントスの試合を最初見た人は多いんじゃないかなと思います、でもそのやっぱりね、新しい監督になってなかなかその戦術とかが浸透するのは時間がかかるから、最初はあまりあれなんかなと思ってたんやけど、でも相変わらずユベントスっていうのは選手がいいので、強いチームなのは間違いないと。で、そのピルロが、ユベントスでいうと就任しましたと。で、今首位のミランの話をちょっとすると、ミランはですね、もう快進撃に快進撃を続けまして、一時期すごい低迷していたのに、今シーズンは素晴らしい、強いということで、ズラタンはじめ、レオンか、とかレビッチとか、チャルファノールとか、カスティーホとか、ケシエとかな、特にめちゃめちゃいいけど、いい選手もいっぱいいて、若い選手もいいと、ズラタンがすごい引っ張ってる感はすごいチームやんだけど、でもレビッチとか、なんかチャルファノールとかもやっぱこうすごい闘志のある選手やから、でケシエなんてもうフィジカルのモンスターやから、もう素晴らしい選手やから、だから首位になってるのは納得なのよ、俺はね。ミランはすごく調子がいいと、ちょっとナポリとユベントスの話になるんやけど、不戦敗問題っていうのがあったのよ、コロナウイルスの影響で、ユベントスのホームでユベントス対ナポリが試合する予定やったんやけど、なんていうかな、ナポリがそのユベントスに移動することができんかったん、コロナのなんかそういう州か自治体かなんかの問題かなんかでできなくて、不戦勝というか、なんか試合がまで言うたらできへんかったわけやんか、でもリーグ戦としてはリーグ そのセリアの協会からすると、イタリアサッカー協会からすると、ちゃんと試合をしなさいよと、いうことで、不戦勝みたいになったんよ、ユベントスがユベントスの勝ちみたいになったんやけど、ナポリからするといやこっちはコロナのあれで守っていかなかっただけですと、そういう危険を犯さなかった、なんでそれやのにっていうことで、ちょっと揉めたのね、
はいはいはい、でそれが結構前になるんやけど、うん、もうつい最近それが解決しまして、うん、それが取り消しになりますと。お、はいはいはい、でちゃんともう一回試合ます。あ、なるほど、再試合するね、うん、そりゃそうやな、もう俺も当然やと、それは当然やと思うよっていう、はいはい、しかもユベントスとナポリなんてビッグカードやしそもそもな、ほんまにそうやねんけど、それは怒るよね、まあだからナポリもな、今ガッツーゾやってるけど、うん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 、でもまあなんやろな、一時期すごい快進撃してたナポリに比べると、うん、まあうーんみたいな状態にはなってるけど、まあ、でもいい選手は相変わらずいるし、いやそうやね、うん、ファビアン・ルイスとかな、うん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 、クリバリとかもおるし、そうやね、いいので、うん、うーんって感じやねんけど、ちょっと、うんって感じね、で、はいはい、でインテルの話に行こうかなと思うんですけど、うん、はいはい、ごめんめっちゃ咳出るわ、うん、許してねみんなで、ま、インテルの話に行くと、はい、コンテが監督2年目なのね、うんうんうん、でエリクセンとか、うん、ま、エリクセンはあんま使われてないんやけど、ま、サンチェス・ルカクとか、うんうん、ラウタル・マルティネスとか、うんうんうん、で補強選手でいうとハキミとか、うんうんうん、ま、いい選手ももちろんいて、はい、でもなんかこうなんていうんやろな、コンテって、うん、その3バック結構使うんやけど、はいはいはい、なんか固執しすぎなんよ、うんうんうん、俺からすると、うんうん、なんかチェルシーでも確かにリーグ優勝は取ったよ、うん、けどユベントスの時代もそうやったけど、うん、チャンピオンズリーグ取れてないのね、うんうん、あんまいいとこにも行けてない、はいはいはい、だからもうちょっとなんか味を加えるというか、うんうんうん、そういうのしなあかんのちゃうかなとは思うんやけど、はい、まあでも波があるのでインテルっていうチームは、うん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 、で一時期はなんかこうミランより注目されとってん、はいはいはい、前週も補強してるし、うん、お金も使ってるから、うんうん、インテルよりあのミランよりも早く復活するんちゃうかって言われてて、確かにこう良かったよ一時期ミランより、うん、でも今は現時点でミランの方がいいし、うんうん、でまあ正直優勝候補とは言われへんかなと思ってんねんけどインテルが、はいはいはい、うん、でもまあイタリアがこれだけまた盛り上がりが出てきてるので、はい、これから先もっともっとこうお金を使えるようになってくるきたりすると、うん、あれなんやろうけど、でもイタリアはあんまりお金使わへんから、うん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 、だから若い選手とかがどんどん出てきてもらうのは困んねんけど、そうやね、でもイタリア選手のないい面でもあり悪い面でもあると思うねんけど、うん、イングランドにも多いんやけど国外に出えへんのよあんまり。ああ、なるほどね、うん、そこが良くなくて、うんうん、めっちゃ席出るわごめんね、はい、はい、でまあ一応得点ランキングをちょっと発表しようかなと、うん、思うんやけど、はい、ロナウドが1位です、はい、まあすごいね、はい、でルカクが2位と、おう、でズラタンが3位、おう、うん、まあここ最近ずっとそうやねんけど、まあ、ベテラン勢が何し得点王とか取ってんのよ、うん、まあ、インモービレはまあベテランというか、まあ、もうほぼベテランに近いんやけど、うん、なんかこうなんていうの、5年配って言ったらあれやけどちょっとおじいちゃんチックな人が得点王になりすぎかな感はあんねんけどな、ちょっとね良くないよね、うん、なんかリーグとしてどうなんかなとは思ってるんだ、その言うてる、さっき言ってた若い選手が出てこへんで言うとこやね、そう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 、うんうん、もうちょっと出てきてもらわないと困るよっていう、うんうんうん、なるほど、うん、はい、感じ、うん、俺からするとベロッティとかに取ってほしいんだけど、あ、はいはいはい、もう彼ほんま孤軍奮闘やから今、うん、今っていうかもうずっとやけど、うん、彼とかはもっと注目されていい選手やとは思います、はいはい、で、まあ、まあ今のところねちょっとこう、まあ、いろんな出来事とか、まあ、得点とか発表させてもらったけど、うんうん、ちょっとまあ個人的に注目チームみたいなものをちょっと発表させてもらおうかなと思ってるんやけど、うん、ウジはなんかこうセリアまあんま見てないと思うし、うんうん、俺もそこまで見てないんやけど、うん、こう今こう順位表とか発表して、うん、なんかこのチームいきそうやなみたいなチームとかある？どうやろなあ、あるよな、イブラもまた怪我して今季絶望みたいな、そうそうそう、まあでも戻ってくるあの人ですか戻ってくる戻ってくる、だってあの人もずっとすごいね、そうね、いやまあ個人的にはまあまあ、うん、ユベントスはあれやからね、やっぱり P
ピルロが監督になってな、なんかやっぱり自分が一番最初に好きになった選手やから、うん、まあ、その選手が監督になってな、1年目で優勝してほしいっていう夢もあるんやけど、うん、まあまあ希望も込めてユベントスに行ってほしいかなって思うけどね。ユベントスに優勝してほしいってこと？いやまあね、やっぱり、うん、ああなるほどな。まあ俺は、うん、まあ、ユベントス戦力で言ったらユベントスやねんけど、うん、俺は希望を込めてミラン、うんうん、このまま走ってほしい。いやまあそうやね、そのやっぱイタリアって一強やったやんか、やっぱユベントスってあって、うん、ここ数年はずっとそこに、それが崩れたのが、うん、まあ、やっぱり、まあ、ファンやけど嬉しいかなと思うけどね、こうやってまあな、うん、そのチームの、うん、その切磋琢磨ができている感じがいいなと思うけどね。確かにそれはそうやと思う、うん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 、ね、俺はなんしなんかズラタンがもう一回トロフィー上げてる姿みたいな。あ、それはえなんかそうやな、ファンじゃないけど思っちゃうよね。ミラファンじゃないけど、うん、イブラファンであるからそれはズラタン単体がいいから、うんうん、めちゃめちゃいい選手やし、うんうん、キャラも好きやしさ、ね、でも俺はミランで、うんうん、じゃあ、まあ、まあ好きやし、まあ、好きやしユーベ、まあ、ユーベかなっていう感じは分かんねんけど、うんうんうん、でまあ注目選手の話もちょっとさせてもらおうかなと思うんやけど、はいはい、まあ、イタリアはやっぱり若手選手ももろもろいっぱいおんのよ、もちろん、うんうん、当然おんねんけど、はい、例えばやけど、まあ、パプゴメスとかさ、あ、はい、アタランタの、うんうん、まあ、彼はもう若手というかもう注目中の注目やから、うんうん、もう特にこの移籍市場、特に冬とかも出ていくんちゃうかとか言われてるけど、うんうん、まあ、いい選手であることは間違いないから取り合いになると思うけどな、うんうんうん、でも彼もなんかイタリアに残るっぽいから、うんうん、移籍戦でインテル、ミランとかユベントスみたいな話出てるから、うん、からどうせなら国外出てほしいけどなと思うんだけど、ね、なんかこういろんな選手おるよ、もちろんいい選手、うん、けど俺はロカテッリやねん。ロカテッリ聞いたことあるあのミランにおった選手やねんけど、あ、はい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 、出てきた当時はめちゃめちゃ若くて、うん、16、7、8ぐらいやったんかな、はいはいはい、でミランで普通に出てたんしちゃうよ、うんうんうん、出てたんやけど、うん、なんか最初すごいインパクト良かったんやけど結局なんかこう早熟すぎたみたいな評価を受けて、あ、なんか出されたんよねミランを。今サッソーロやったかな、思んねんけど、はいはいはい、今サッソーロでは結構輝いてんのよ。あ、だからその当時やってたミランの戦術とやっぱ今のミランの戦術はもちろん違うし、うん、でロカテッリが生きんのって結構こうポゼッションやねん、あー、はいはいはい、ボールを持つ、うんうん、チームの方が生きんのよ、はい、彼、うんうん、だから今そのサッソーロがやってるのが結構ポゼッション寄りのボールを持つサッカーをするんで、輝き取り戻しつつあるなっていう感じで、うんうん、まあ、もちろんそれこそ俺あの FIFA のゲームあるやん、うんうん、のキャリアモードで俺ようロカテッリ取ってたしアンカーで欲しかったから俺、な、まだ若いね、あ、まだ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 若い、大選手もおるから、だから俺はロカテッリにすごい注目してて、お、なるほどね、まあ、みんなが多分注目する選手って多分それぞれおるよ、うんうん、でもまあ希望も込めて、うん、これからもう一度花を咲かせてほしいってことで俺はロカテッリを、ああ、なるほどなるほど、選びました。はいはいはい、うん、まあみんなはどうなんかなどうなんかな、うん、まあいい選手はな、いっぱいおるから、そうね、いやもう俺的にはな、エリクセン見たいけどねエリクセンな、もったいないないやもうごめんけどほんまもったいないなと思うねんな、あのそれこそさ、いえ以前、うん、ちょっと俺らサッカーの動画をちょっと出させてもらった時に、はいはいはい、宇治はエリクセンが好きって言って、ね、発表させてもらったんやけど、うん、そんななんていうかな、くすぶる選手じゃないのよ。いやほんまに思う、うん、技術とかは間違いないし、もっと使い方あるよって。俺からするとインテルを選んだのは間違いだったと思ってんねん。もうインテルファンには申し訳ないよ。いやいや申し訳ない、申し訳ないけ ど, いけどプレミアを見てたりとかしてたサポーターからすると、うん、いやエリクセンすごいぞっていう。なんかサンチェスの方が使われてるのはもちろんあれやで、コンテのサッカー上、うん、しゃあないねん。そうやね、彼のサッカーやとやっぱりな、そうやね、カウンターほぼ主体やし、そうそう、うんうん、中でボールを収めれるプラス、うん、走れるフォワードが欲しいね、うん、そこの周りでサポートできる選手がいんねんけど、うん、例えばやけどエリクセンを例えば使ったとしたら、うん、例えばルカクにボール当ててエリクセンに落とすやん、ボールを、うんうんうん、でそこで両ウィングバックがこう上がってくるっていうのがまあもちろん大事になんねんけど、うん、エリクセンってでも中に入るタイプじゃないから、うんじゃないよね、こう言うたら外でエリアの外でボール持って蹴って、うん、フォワードとかに当ててゴール決めらせるみたいな選手やから、うんうんうん、まあ
まあ、デブライネに近いって言うとあれやけど、うんうん、まあ、タイプ的にはまあそういう感じの選手やから、うんうん、もうちょっとうまいこと使ってあげたらいいのになとは思う。だそれこそだから俺はなんかそこをコンテをあんまり評価してない点やね、うんうんうん、いや自分で取ったりとかしたのに使いこなせてないやんっていう話やね、うんうんうん、いや欲しいって言ったトマトを持て余してんのよ、食べへんわ言うてな、うん、なんかそれが なんか俺からするとヨーロッパの頂点に立たれへん理由なんかなって思う、ね、気づいけどやっぱりそういうとこあるよね、うんうんうん、だからその点俺はアレグリって素晴らしい監督やと思う、ね、もう本当にめちゃめちゃいい監督から、はい、うん、だからユベントスもアレグリの時はマジで強かったから、うん、もう圧倒的だったから、セリアの中でも敵なしやったからさ、うん、もう下手したらもう いずれもうチャンピオン取るやろなっていう感じやったからさ、うんうん、まあ、取られへんかったからなんでやみたいな感じやったけど、うん、まあでもな、セリアもこれからまあ折り返しに今来て、うん、でこれからまあどうなっていくのか分からへんけど、もちろんユベントスが王者の意地を見せてな、まあ、連覇をこうまた続けるのかもしれへんけど、うん、まあ、個人的にはまあミランを応援しつつ、ノジはユベントスを応援しつつ、うん、まあ、また後半戦のねセリアをまた楽しんでいけたらなと思っております。だから皆さんもね、なんかこう各々思ってることあるやろうし、絶対俺らより知ってるセリアのファン、絶対俺って絶対とかもうおるやん、おんねんおんねんって話やん、うん、だからなんかこうよりこうもっと詳しい話とかをしていただけたら、俺らは見たいし逆に知りたいし、はいはい、セリアの話は特にからさ、うんうん、もうあんま詳しくないしさ俺も、うんうん、だからぜひねコメント欄とかで教えていただけたら、それはもうぜひ読ませていただきたいですし、はい、またこうみんなでねサッカーでこう話するのってめちゃめちゃ楽しいから、いやそうだね、なんか、はい、まあ、いずれみんなで話したりできるような企画ができたらいいな、うん、はい、ということで、まあ、今回はね、第1回ということで、まあ、ちょっとセリエの話をさせていただいたんですけど、うん、はい、まあ、次回はブンデスリーガの話をしようと思うので、はい、ぜひ皆さんまた聞きに来てください、はい、じゃあね、ありがとうございました。